セルフディフェンスビックスは、高橋花王が開発したエクササイズ。古武道の動きをベースに、古神術と身体活動による健康づくり双法を目指しているという。健康科学や運動疫学に関する研究者の視点から考案された点を特徴とする。元は健康回復手奏法。米国で考案されたエアロビックスは、個々の もしくは同じ作用や機能を持ついくつかの筋肉群の伸縮運動が基本となるが、それに対してセルフディフェンスビクスは異なる。作用の筋肉群を一体として動かす動作が基本となっている。言い換えると、エアロビクスは筋肉や機能単位での動作であることに対し、セルフディフェンスビクスは日常動作を基本としている。そのため、動作に無理がなく筋肉痛や 筋肉の炎症といった副作用も生じにくいとされている。重能性強しといった日本古来の古武道の基本精神以外にも中国、韓国の武道術技や業法からも考え方や動作を取り入れているという。高橋花大武道の謎を科学する砂処九1999年10月、高橋花大武道の科学講談社ブルーバックス百九十四年一月十日、 高橋花大忍者と、基人体科学学会大会号12ページ1997年。ありがとうございます。